どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、各種マイレージがたまるホテル予約サイトロケットマイルズについてね、解説やっていきたいなと思います。ということで、マイレージがね、たまるホテル予約サイトといえばですね、私の動画で1回ぐらいは扱ったことあると思うんですけど、カリゴっていうのがね、結構有名だったりするんですけども、このカリゴよりですね、このロケットマイルズっていうのは、非常にね、多くのマイルがね、たまるサービスっていう風になっておりまして、またね、日本人の方でもですね、馴染みのある航空会社がですね、結構掲載がありまして、ユナイテッド航空であったり、アメリカン航空、アラスカ航空、ブリティッシュアウェイズ、シンガポール航空ということで、残念ながらですね、ANA と JAL はね、ないわけなんですけども、まあ私の動画でもね、結構紹介させていただいているマイレージサービスがね、かなりね、対応しているっていう風になりますんで、マイレージね、メインで貯められている方はですね、一つの手段として、覚えておくのもですね、結構いいかなっていうふうに思いますので、気になる方ぜひ最後までご覧いただければなと思います。まずね、このロケットマイルズっていうのはどういうものかっていう話なんですけども、このロケットマイルズっていうのは海外のね、旅行代理店っていうふうになっておりまして、まあ簡単に言うとブッキング .com だったりホテルズ .com だったりエクスペディアとかね、まあこういうのあると思うんですけども、まあこういった感じのホテル予約サイトと同じような海外の OTA っていった形になるんですよね。で、こちら OTA、まあ海外のね、ホテル予約サイトっていう風になりますんで、まあ公式サイトの予約ではね、ないんですよね。ですので、このね、ロケットマイルズの中にも、ヒルトンとかマリオットとかね、掲載あるわけなんですけども、まあ残念ながらですね、OTA 経由っていう風になりますんで、宿泊実績だったり、まあ滞在でもらえるポイントだったり、ステータス特典っていうことは、まあ基本的にはね、利用することができなくなるわけなんですけども、まあちょっとね、マリオットの場合はですね、まあホテル側のご厚意でね、結構利用できることはね、多いっていう風にはなるわけなんですけども、まあ基本的にはですね、利用することができないって思っといた方がいいかなと思います。で、どういった感じでね、マイルがもらえるのかっていう話なんですけども、私がね、ちょっと簡単に検索したこちら、アラスカ航空のマイル付与で検索させていただいた結果なんですけども、こういった形になっておりまして、ホテルニューオータリ東京ガーデンタワーですね、こちら宿泊していただくと、1泊275ドルでね、宿泊することができます。これでもらえるマイルというかですね、なんと1万マイルもらえるんですよ。すごくないですか？で、このね、もう一つ下のコンラッド東京ね、まあ、こちらに関しては195ドルで8000マイルがね、もらえるっていう風になりますんで、これすごくないですかね。すごいですよね。私これ見たで結構驚いたんですけども、まあちょっと日付とかね、私が適当に調べた日付なんで、まあ土日とかね、繁忙期はもうちょっと上がると思うんですけども、これね、すごいですよね。アラスカ航空ね、まあ前回のね、バイマイルの時にちょっと軽く話させていただきましたけども、このアラスカ航空っていうのはですね、国際線のね、路線であれば非常にお得なね、マイレージサービスっていう風になっておりまして、東京アジア間だと JAL のビジネスクラスね、片道2万5000マイルからね、発券することができるっていう風になりますし、東京ニューヨークのアメリカン航空のファーストクラス、こちら6万マイル、東京ニューヨークの JAL のファーストクラス7万マイル、シンガポール東京経由のニューヨークビジネスクラス6万5000マイルといった感じで、かなりね、お得に利用できる、まあ国際線にはなりますけども、お得にね、利用することができるのがこのアラスカ航空のね、マイレージサービスっていう風になるわけなんですけども、このね、先ほど言った東京からアジア間のJAL のビジネスクラスね、2万5000マイルで発券することができるわけなんですけども、まあ、片道大体ここ20万円ぐらいするんですよね、普通に発券しようと思うと。ですので、これがですね、ホテル宿泊していただいて8000とかね、1万マイルとかね、稼げてしまうっていう風になりますんで、かなりすごいですよね。まあ、これはね、アラスカ航空で調べた時のね、マイル付与っていう風になるわけなんですけども、次にね、ユナイテッド航空のマイレージプラス、こちらでね、検索するとね、こういった形になるんですよね。ホテルニューオータリ、こちら275ドルで8000マイル、コンラッド東京195ドルで6000マイルで、ストリングスインターコンチネンタル東京、こちらだと165ドルで5000マイルということで、これもね、結構お得ですよね。まあ、ユナイテッド航空ね、知ってる方多いと思うんですけども、ユナイテッド航空のマイレージプラスっていうね、マイレージサービスは、ANA のね、特典航空券が発券することができるんですよね。また、国内のね、特典航空券であれば、非常にお得にね、発券することができるっていうふうになっておりまして、東京から福岡、大阪、札幌、ここ全部ね、5500マイルからね、発券することができますし、伊丹空港とかね、大阪メインの人は、
札幌、東京、福岡、沖縄、こちら全部5500マイルで、ね、発見することができますんで、コンラット東京とかね、195ドルで6000マイル稼げるっていう風になりますんで、まあ、こちら宿泊していただければね、まあ、片道の特典航空券がね、発見することができてしまうっていう風になりますんで、このロケットマイルズね、ちょっと私もね、最近知ったんですけども、これめちゃくちゃすごいですね。マイルがね、もらえるこのホテル予約サービスっていうのは、冒頭にも言いましたけども、カリゴっていうのがね、ありまして、結構有名だったりしてね、私も知ってたんですけども、このロケットマイルズはね、本当にすごいですね。で、またですね、今ね、ユナイテッド航空のね、プロモーションをやっているそうで、プロモーションコードね、入れていただくと、さらにですね、5000マイルもらえるね、キャンペーンがやってるんですよね。すごいですよね。ですのでさっきのね例でいくと、こちらホテルニューオータリですね、275ドルで13000マイル、またねコンラッド東京195ドルで11000マイル、ストリングス東京165ドルで1万マイルということで、いやこれね本当にちょっとぶっ壊れてますよね。これ宿泊してね1万マイルもらえるってかなりすごいですよね。コンラッド東京こちら195ドルで1万1000マイルなんで、まあここを止まったら東京、福岡、大阪、まあこら辺ね往復の航空券がもらえる、まあ福岡とかもそうですけども、まあ大阪の方であればですね、先ほども言った通り羽田、札幌、福岡、沖縄全部5500マイルで取れるんで、こちらねあの往復の航空券が取れてしまうっていう風になりますんで、まあこういった感じになりますんで、このプロモーションはですねかなりすごいですよね。興味がある方はですねぜひね利用していただければなと思います。それでは次ですね、実際ねこのプロモーションコードね登録やっていきたいなと思います。でこのロケットマイルズっていうのはスマートフォンアプリがね Android も iOS もねあるっていう風になりますんで、そちらねダウンロードして利用していただければなと思います。ウェブサイトもね私見てアプリもね見たんですけども、まあ、アプリの方がねどっちかというと使いやすそうだなっていう感じがしますので、アプリでね解説していきたいなと思います。でスマートフォンアプリねダウンロードしていただいて、会員登録自体はですね非常に簡単で、メールアドレスとねパスワードを設定するだけですので、まあ、ちょっとねここは割愛させていただいて、プロモーションコードね入力やっていきたいなと思います。ではねこれにね画面出しておきますけども、まずねトップ画面の一番右下にですねアカウントっていうのがあると思いますので、こちらをね押していただきます。そうするとですね Your アカウントということで、残念ながらですねご覧の通りこのねロケットマイルズっていうのは全部英語なんですよね。日本語表記にはできませんので、この点はねご注意ください。で上からね2番目のプロモーションコードっていうのがあると思いますので、こちらをねクリックしていただきます。そうするとですねプロモーションコードをね入力する欄になりますんで、こちらにね入力していただきます。でプロモーションコードはですねちょっとここにね出しておきますし、概要欄にもね記載しておきますので、そちらのプロモーションコードをね入れていただきます。でこのプロモーションコードはですねユナイテッド航空のボーナスマイルキャンペーンという風になりますんで、他のマイレージだとですねこちらボーナスマイルもらえませんので、この点はねご注意ください。ではねここに入力していきましょう。プロモーションコードはですね MP-EARN ですね。ではね入れていきましょう。で入力するとですねこちら画面がね出るかなという風に思いますので、こちらねアプリをね押していただきます。これでね登録自体は完了っていう風になりますんで、これでですねユナイテッド航空のねマイレージプラスのプランを選択していただいて、検索するとですねプラスマイルでね表示されるっていった形になります。そこまでねやっていきたいと思います。ではねやっていきましょう。トップ画面ですね、まずねリワーズプログラムっていうのはね上から2番目にあると思うんですけども、こちらね今私はアラスカ航空になってるんでマイレージプラスにね切り替えます。まあ宿泊日とかはねまあ適当にあのご自身でね設定してください。でこちらねサーチをしていただくと、あちょっと待てよごめんなさい、はい、東京ですね一番上ですね、あのディスティネーションということで私はもう東京になっておりますけども、こちらね東京であの選択してください。でそうするとねユナイテッド航空で検索が始まります。それではね検索結果はねこんな感じでね表示されます。でこちらね、ボーナスマイルアプリードということで、先ほどよりねマイルが増えてホテルニューオータリね13000マイル、オークウッドプレミア東京、こちらも出てきましたね13000マイル、あとコンラッド東京とかね、はい出てきますね195ドルで11000マイル、
ストリングス東京181ドルで1万マイルということで、まあ、こういった形でですねボーナスマイルが含まれたプランがね検索することができます。でですねこちらマイレージプランをね変えたりすると、まあ、今ねユナイテッド航空で検索しましたよね。でまたアラスカ航空とかに戻してまたユナイテッド航空のね検索戻りたいなみたいな時にこれねあのプロモーションコードね1回入れてまたアラスカ航空とかに切り替えちゃうとボーナスマイルの部分ね表示されなくなっちゃうのでまたねプロモーションコードね入れ直してマイレージプラスでね検索していただければこのボーナスマイルのねプランが出てくるっていう風になりますんでこちらはね覚えておいていただければなと思います。ということで今回ですねホテル予約サイトのロケットマイルズについてね解説させていただいたわけなんですけども、いやね非常にお得ですね。特にねあのユナイテッド航空のねマイレージプラスのねこのプロモーションに関しては本当にめちゃくちゃお得なんでぜひね利用していただければなと思います。このねロケットマイルズ自体はですねいろんな航空会社ねあのマイル貯めれるようになっておりますんで、またね日本で貯めづらいアラスカ航空とかねあのシンガポール航空とかねここら辺のマイルもね対応しているっていう風になりますんで、ここら辺ねメインで貯められたい方はですね結構いいのではないのかなっていう風に思いますので、一つの手段としてですね覚えておいていただければなと思います。で最後にね注意事項なんですけども、やはりこのロケットマイルズっていうのは海外のねホテル予約サイトということで全部ね英語表記っていう風になりますんで、キャンセルポリシーねこちら十分注意してね利用していただければなと思います。事前決済プランとか組んでしまってキャンセル実はできませんでしたみたいな感じになってしまうとですね、あの非常にねもったいない思いされる方もねいらっしゃるかなというふうに思いますんで、このね英語表記の部分はですねご注意ねいただければなと思います。またねちょっとネットの情報でどれだけ信憑性があるかわかんないんですけども、クレジットカードの決済自体がですねなかなか通らなかったりするみたいなんですよね。まあそういった場合はですねちょっとねカード変えてみたりしてね挑戦してみていただければなと思います。私もねまだ使ったことねこのロケットマイルズ自体はないんですけども、ちょっとね最近アラスカ航空のねマイレージをいろいろ調べてたらですねアラスカ航空のマイル貯めたいなっていう風に思っておりますので、ちょっとねこのロケットマイルですね非常にお得ですので、マリオットとかねヒルトン泊まった時に宿泊実績とかステータスとかね使えなくはなってしまうんですけども、これだけマイルが貯まるんであればですねちょっと利用していきたいなっていうふうに思っておりますので、今後ねこれでアラスカ航空とかねシンガポール航空とかのねマイル貯めていきたいなっていうふうに思います。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやってますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。